んにちは、サドチンです。今回も秋葉原ガチャガチャショップに来ています。テレビ見ましたでしょうか。皆さん、山本瑞希さんが来てましたよね。うわ、え、来てんのみたいな。常連なの？え、俺も常連なんだけどみたいな。いやー、すごいですね。いつの日かね、会ったらマジ奇跡です。今回の企画はですね、5000円分ガチャやっていきたいと思います。気になるガチャですね。でね、いっぱいあるんですよ。意外とね、ラインナップが結構変わってる。あと売り上げがめっちゃ上がったらしいです。素晴らしい。へえ、マジですごいよ。名言ですね。会えた時に買っとかないと。それでは5000円分ガチャやっていきましょう。入り口方面、これです。このニューが新しく出てるのが新しく入ったガチャガチャです。オロチマル、オロチマルとジライアと綱で、綱で超大好き。そして畑かがし、うちか、サスケくん、ナルトくん、さくらです。もう全部いくない？全部良いよね、これ。ボルトではなく疾風伝です。やっぱりボルトよりも疾風伝の方が人気があるらしい。僕が小さな頃も、小さくはないか、学生時代やってたからね、疾風伝アニメ見てました。お、畑かかしが出ました。先生ですね。サスケくん、サスケくんが欲しいわ。2回目、頼むぞ。やったオロチマル、オロチマルの声真似できねえけど、サスケくん、ちょっと被るまでやってみる。綱でも好きなんだよね。ジライアも好き、まあサクラでも好き。最近ジャンプチっていうのやっててさ、ラインナップ、おう、楽しいなこれ。サスケくん、オロチマル出ちゃった。聞いた話によると、ネコパラっていうガチャがね、結構人気らしい。2回目はこちら、 A 賞がビッグフィギュアらしい。1回で出たら奇跡。 B 賞はラバーマスコット、 C 賞は缶バッジ。あ、軽い、軽いな。ルカ、ルカ、ナイトフィーバー、ルカが出ました。やってたもん、昔プロジェクトフィーバーかで、タン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 。ネコカブルがラインナップされてる。まあ、ニュートはついてないですけど、好きなね、ガチャなんで、ぜひやってみてください。猫かぶる、猫かぶる3出たらいいですね。あ、これもめっちゃ可愛い。ハムスターとパンケーキ。ハムちゃんね、実は3体いるんで、1回200円やっていきましょう。いいよ、バカリン、ちょっ、何が出ても嬉しい。あ、すごいね、ノボルロボフスキーが出ました。へえ、ノボルキンクマがいいけどね。キンクマ飼ってるんで、モグモグキンクマとかモグネゴールデンとかいっぱいありますね。あ、これ可愛いじゃないですか。北海道物、北海道なのかな。全5種類かな。1、2、3、4、5種類。お母さん、シマエナガちゃん、シマエナガちゃんマントもあるんだね。で、シマエナガちゃんエビ、お寿司で、お友達ということで、何が出ても嬉しいやつ。お、可愛い。これはですね、お母さんが出ました。お母さんのシマエナガ、パソコンのデスクにも飾れます。で、コードもね、入るらしいですね、スマホとかのね。これいい、野鳥だるまマスコットです。1回200円、安い。さあ、狙うのはスズメ。キツツキが出ました。はい、いいじゃないか、キツツキ、いいね。こういうね、シンプルだけど、こういうのフィギュア好きですね。起き上がり拳になっています。スズメもしくはカラス。お、これなんじゃ、カラスじゃね。違う、ツバメ。ツバメでした。コンプリートまでやりたいレベル。まだやる。3回目、3回やっても600円。シマエナガが出ました。初めて聞いた、シマエナガ。頼む、えい、メジロが出ました。まだ被ってないからいけるんちゃうんかな。頼む、スズメ来たよ。カラス、よかった。まだ被ってないんで、やりましょう。被るなよ、被るな、被るな。あ、カラスが被った。スズメが出なかったということで終了です。めっちゃやっちゃったね。アナと雪の女王2、ノルディックフィギュア。これも良いよね、絶対。前からね、気になってたんだよね。クリストフが出ました。首は回るっぽいですね、クリストフ。いいフィギュアです。かぶるまでやる、お願いします。アナとエルサが出ればね、大満足なんだが。アナが出ました。めっちゃ可愛い、いいフィギュアじゃないですか。こ
個人的にはね、好きですけどね。どう思います、みんな。エルサとオラフ、頼むね、頼む。お、いったべ。これはやったね。エルサだよ、超可愛いじゃん。なんかね、このデフォルメ化っていうのかな。エルサゲットです。残り1200円。オラフが出たらコンプリート。オラフ、アナでした。はい、反対側に来ました。こちらフィギュアコレクションフロッキーカービィですよ。残り900円なんで、これ3回やって終わりますか。うわ、でもこれもいい。クレヨンしんちゃんケツだけ歩きたい、映画で見たよ。まあ DVD だけど、これもニューって書いてあるんで。あ、いいね。最近マジいいガチャが増えた。まあ前までがないのかって言われたらまた違うんだけど、やりたいガチャが増えたね。出たー、ワドルディ&ツイジー。これめっちゃ出るんだよ俺。なんか最近流行りなんですよね、このフィギュアの周りがモコモコしてるやつ。ででで来い、ででで。よっ、来た。ででで重い。セロテープ一周回ってるねこれ。よっしゃー。はい、こちらがででで、睡眠間近のでででです。これね、このでかさで300円はいいですね。全4種類。猿以外だったらいい。ラインナップはしんちゃん、風間くん、まさおくん、ねねちゃん、ぼうちゃん、猿となっています。猿以外で、猿以外、まずい、紫まずいやつだよ。猿猿以外で言ってた。猿に持ってる男ですね。モンキーちゃんが出ました。くそー。クレヨンしんちゃんの猿ってちょっとトラウマ級にちょっと怖い部分があったんだよね、個人的にね。ということでモンキーちゃんでした。マジかーい。はい、というわけでいかがだったでしょうか。秋葉原ガチャガチャショップで5000円やってみたシリーズでした。新しいねガチャがいっぱいあって楽しかったんで、ぜひね、山本瑞希さんも来たということで来てやってみてはいかがでしょう。この動画楽しんでくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もぜひぜひフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。パンパンやないかーい。